えっと今日のテーマはですね、こういうやつですね、好、は、き、い、ってなんやねんというところで、今回のテーマは、好きについて、えー、いろいろカースさんとですね話そうとで、もちろんこれは私立パイル談義ですから、このヌーソルジーシャロンの中においても、まあ、非常にビギナーを含めた、こう、軽い感覚でね、えー、やっていこうということで、えー、まあ、 前半はカスさんお得意のエンタメとお笑いと涙に満ちた。涙は全然出てこないが。<laughs> あの、軽妙なね、カワセトークを中心に僕がツッコミを入れていくっていうような構成でやろうと思ってます。で、後半は今日はカスさんの方から、ちょっと半田さんに真面目に月について聞きたいというふうに言われてたんで、 おそらくまさにシリウスファイル談義なんだけどシリウスファイルに掲載されているようなおコストの月に関する情報をめぐってまあ僕なりに、えー、こういうことなんじゃないのっていうような話をしていきたいと今日はね、あのー、月にまつわる冷凍してたら月って何やねんと、うん、いうことで、まあ、まあいくつかねぶっ放したかった 陰謀論その会議派シリーズがあってねはいはいミステリーサークルフラッタアースねこの月、うん、も,うだもうだって月はこの陰謀論学校の小学校1年生というか、うん、このアポロは月に行ってないっていうのは、うん、まさに登竜門登竜、うん、何年前ぐらいだっけこれ流行ったのこれはね,れはねもうちょっと前いや調べたんですよで、ね やたらとガンガンテレビやりだしたら2002年とか2003年4年5年あたりだででもね、これも調べて分かりましたよ。はいえっと、登場してきたのは1970年代後半、まあアポロ月面着陸以降やけど、うん、やっぱりここにも言い出しっぺがアメリカのフラットアーサーなんですよ。<laughs> え同じやつってことまあ要するにあの地球平面境界です。<ー> まあ、そうですよねのいだからもう人類が月にアポロが行ったからもうすぐ否定に回ったわけですね。なるほどなるほどだ。だからその辺りで拡散したものとか、うん、いろいろあって、うんでまあ、今日はねたくさんの情報はそんな網羅できないけれど分、まあ、かる限りはっきりと皆さんもこれからちょっとリテラシーをのギアを上げていただけるようなね大事なとこだね。こんな会になったらいいなと思います。うん えー、アポロ宇宙飛行士が撮影した写真には星が全然写ってませんと。うん、空気がないなら空は真っ暗なはずですと。じゃあ星はどこにあるのっていうこれはね、えー、人類は月に行ってない人たちの一番いろはのいの質問ということでね、うん、これはもうみんなはっきり答えられるようになりましょうねということでこの月探査ステーションのホームページに書かれてました。はい えー、どん答えは星はあったのです。でも星の光は弱すぎて見えなかったのです。解説全てのアプロの月着陸は月時間でいう朝に行われたので太陽は常に地平線のちょっと上辺りで輝いている。太陽に照らされた明るい月面の風景仲間が着ている白い宇宙服は 太陽の光でめちゃくちゃゃく明るく見える明る明い被写体を明るい背景の中でうまく露出オーバーせずに撮影するには露出図鑑を短くしなければならないただ写真の露出図鑑が短すぎたというのが月の空の写真に星が写ってないことの理由ですとそうだよね宇宙空間ってさキューブリックもその辺すごい苦労したらしいんだけどス<ー>ラストがものすごく強く出るんだよ 要するにレフコーがないの、<ー>レフコはが。だから,、はい、だから反射光があると影の部分もこうわっとさ、薄く見えるんだけど、そのレフコーないんで、なるほど完全にこう、明暗がさ、コントラストで分かれて、<あ>明るいところはすごく明るくなっちゃうね、その通りだと思うよ、これはそ,うそ,うそうらしいですね、でそれはなんか砂、月の砂にも特徴があるそうですけどね。うん では次またさっき出てきましたね。はためいてますやんと、ね。真空でなんで旗ははた、まあね、めかないはずだっていう、まあこれこれまた陰謀論のイロハのい、e、いなんですが、はいそれに対する専門家の答え。はい真空中でも旗ははためきます。空気が旗を揺らしているのではありません。旗そのものが動いているのです。うん、という答えで、まあ、真空であろうと垂直に立っているポールを回せば動くと。で 宇宙飛行士は旗をしっかり立たせようと、旗を支えているポールを回している。うん、で先端にくっついている先頭の部分が最初に動いて、で旗が徐々に、えー、だ空気のないところでは、波立つような、ちょうどこの波立つようになっていくそうですね。しかも空気がないので、なんかそれがもうなんか収まらない動きがね、うん、なかなか。そういう現象も確認されているということでした。うんはい、じゃあ次。 ねえー、疑惑、宇宙飛行士が撮った写真は全部影が真っ黒になっていない。もし月面での光源が太陽だけで、しかも月面に空気がなくて、光が散乱,散乱されることがなければ、影は完全に真っ黒になるはずなのに。あのまさに先ほど、の光線が言わった、レフコウがなくてっていう、まそそれはその通りで宇宙空間での話ね、あのディスカバリーとかがさ、木星に行くときのコントラストとか、すごいじゃない。 月面ではさ、そうそうそう、うん、月面、もう一つの光源、月そのものがありましたと。めちゃくちゃ月がすごくて、うん、しかもこの月の砂がすごいんですって。うん、例えばって書いてあるんですけど、隣の人が懐中電灯足元にこう当ててると。うん 地球だったら一緒に見れると横からもね。しかし月では隣に人が当ててる懐中電灯のおところは見えない。うん、つまりもうほ当ててる本人に帰ってくるみたいなね。うんうん、ほとんどこのまっすぐ帰ってくるそういう月の砂の特徴があるらしいんですよね。で、えー、例えばこの真ん中のこの後ろに太陽があっても逆光なのにこうやってはっきりこの見えると。ああ、なるほど。これをすごくその なんか言うんやけど、いやいや、つあのー、まさに月の現象ですよと。で、そのヌーソロジーの高専さんにいろいろ聞きたいんですね。はいはい、その後半の呼び水になるのがこれなんですよ。うん、月の不思議についてと。うん、いてとほい,ほい,いうことで、まず最初のお後半最初は、この月が何が不思議なのかを6つばかりと。6つあるんだね。ほいほいはい、6ですね。これですね。うん、はい。 まず同じ面をずっと向けてるという移動共鳴ですよね <laughs> 軌道共鳴ねうんまあこの月の自転周期・公転周期が同じとそしてこれですよね、うん、太陽と月が同じ大きさに見えるとこれはねこれは本当奇跡の一致なんだろうけど天文学でも全くわからないあ<ー>偶然としか言えない天文学的理由はいくらの捏造が好きなというかこじつけが好きな で知らずでもこじつけができないって言われてて有名なるほどなるほどなるほどで、えー、そんなこととかを含めて最後このなんかこれはね宇宙飛行士が電動ドリルで月の表面を穴開けようとしたけど、うん、かなり硬くてうまくいけなかったそうなんですねでその後の分析でどうも月の表面まあ表はあの先ほどのさらさらのー月の砂レゴリスそうだよねうん なんだけどそのおちょっと下を向くとかなり硬い金属、チタンで包まれてるんではないか。うん、で、これによって月のクレーターが、うん、でっかいのに浅いんですよ、うん、全部。でかい浅なんですよね。うんうん、あの距離やったらあのロシアの昔のツングースカ爆発じゃないけど、あんだけ爆発するなら下もがバッコーンと掘れてなあかんそうなんですよ。うん、だから薄いこの、まあ、本当に ね、お盆みたいな穴ばっかりあの薄いのと同時にさ月のクレーターってすごい不思議でその薄いこう底があるでしょ、うん、クレーターの底が。はい、それがさ普通垂直に上から何か落ちてきたらさこって引っ込まなきゃいけないところが全部イメージがあるじゃん、えーうん、でもね全部そうなってなくて月の表面と同じ曲率で盛り上がってんだよ。 これは何なんですかだからいや俺昔そのオコスト情報にその月のことその月のクレーターのことも聞いたことあるんだけど隕石、はい、とかそんなのじゃ全くないっていうのよ<お>月のクレーターの原因は。うん、うん、まあそれ非常にオコストの答えで難しいんだけどさ意識的なもの,その人間の意識の構造を作る時の力の働きのようなものであって月のクレーターっていうのは、はい、何て言うかな 人間が不体質の内面側に意識の方向を持っていくときの力が働いてあの、反映してるんだっていう言い方するわけ。まあ、うん、何のこっちゃ分からんかもしれないけどさ。うん、だから僕ら,の僕らが物質世界から精神的な世界の方向に意識を向いてる方向があるじゃん。うん、これ、不体質の内面ってヌースで言うんだけど、はい、その方向に力を反映させてるときに働いた力が、まあ、不体質の物質化としての月に。 現れてるんだって言ってて言ただからほとんどね実際に垂直なんだよあのー、月のクレーターってさ普通横からも落ちてきていいわけじゃん、ええ、隕石ってさ。ええ、でましてや真空なんだからさ、ええ、斜めに傷が入ったりさ、ええ、いろんなその隕石の落下でできた後ならさ、はい、いろんな形状が出てきていいわけなんだけど、ええ、全部んこう垂直から入ってきたような形の衝撃のこう円,円形。 なんだよ<ー>月のクレーターって、うん。だから今の科学の説明もかなり無理してるの実は月のクレーターに関しては<ー>そういうふうに思った方がいい。まあだから前回のあのフラットアーサーが月はお盆だなんて言い,、うん、言い出しかねない余地を持ってしまってんじゃね科学も。いや全くあ<の>、ね、謎が解けてないものがたくさんあるね。うん、いや今日はクレーター一つそんなに深いかったんですね。いやコスト情報はむちゃくちゃ深いよ天体に関しては。 なるほど、今、まあ、そうか。いや、しかもクレーターにも、か全部あれがただの穴ちゃうと意味あると。いやそ,うそうそうそう、だから物理的に隕石で落っこった穴じゃないって,って。じゃないと。うん、いや、まあ僕的にはあれ見たら、どうしてもあの水の水そうの跡を思い出すんですよね。<laughs> <laughs> こ,ここ、僕もここにちょっと水暴走の跡が、子どもの頃のクレーターができるんですけど。 それと関係がなんか起こすとありますとかって言いそうな感じがしますね。あるかもしれないね。水ぼうそうの後とはい、それはありますとかって言いそうな。身体で言えばそういう内部と外部のさ、はいそういう気のエネルギーのその交換というか循環というかさ、人の穴みたいなもんだからさ。ああ。いやいやいや。でもまあ。できないよ、もちろん、こんな話は。 人材で水暴走の跡があってクレーターになるのはやっぱりその中にこの頭蓋骨のこの骨があるということでまあここでは金属チタン製のねなんかこんなのあるんちゃうかというふうに。ちのみ地殻の話もよく出る話でさ、はい、なんかある意味ね正確にじゃないけど、うん、地球のそのコアが裏返ってさ、うん、表面側に出てきてるっていうイメージがあるのよつまりあの地殻の成分として圧倒的に突きってさ 鉄と、はい、あと満ン,ンとかさそういう重金属の量が地球のそれこそマントルも含めて全然多いんだよあ<ー>近くに入ってきてる量が特に多いのだから硬い<ー>でも金属なんだよ周りは <laughs> 普通考えるとさ重金属で重い方の金属の方が角になるのがさ中心に行くのがさ常識常識っていうか僕らの感覚では地球なんかそうだから鉄が全部中心に行ってるでしょ <laughs> でも 月は逆に表面側にさそういうのが回ってきてるっていうさそういうなんか論文は読んだことあるちょっと待ってくださいじゃああの月は地球のコアがひっくり返ってる可能性が、うん、そう大げさに言えばそういう言い方ができるっていうことだよいやそれはすごいし、うん、それをお聞きすればあの親近感が関西人はあるんです、うん、な何かというとね関西は 琵琶湖と淡路島という。はいはいはい。同じ形してるんですよ。良い子の皆さん。デコと僕が逆になって。<laughs> はい。同じ話ですよ琵琶湖と淡路島。面白いだ。だからもう子供これどうしてもええよってこと。この軸グパズルはめたくなるんですよこれ。はめたくなるね。なるんですよ、うん、これ。大きさ的にも似てんの。かなり似てます。ちょっと今日出してこなくて申し訳ないんですけど。皆さんまた調べてください。だから。この。でもさ、月と地球って対価じゃない。 内と裏が内となんていうか外がさ逆になってんだよね、うん、そういった意味で言うとはははは <laughs> そうすると何かついつまってくるっていうかさ話のさ、うん、いや今日はすごい話そのそうかコア,コアがいくらやってる可能性もうん大迫のイメージとしてはそういうところもあるといってな <あ>の <laughs> さっきの月の空洞説じゃないけどさはい、はい、中が大気になって酸素と窒素でできてるわけではないと思うけどねでもよくわかんないんだよね月の内部って<ー>今の科学ではねねまだしかし二体質の内面って言ってるわけですよね。内面に方向を持ったそのさっきのクレーターはさーそう二体質の内面の働き まあ、外面もあるんだけどここが一番今日の話で多分大事なところだと思うんだけどさ先生術でもそうなんだけど必ず天体の働きっていうのはさ、はい、両極を持ってるんだよ、はいうん、ポジティブにもネガティブにも働く二つの側面持ってるじゃんだから月を見る時もそういう見方しないといけない地球を見る時太陽を見る時全部はい、はい、要するに何かだから オコスト情報によれば存在は全部対価なんで月も対価として存在してるし地球も対価として存在してるし太陽も対価として存在してるんだよ表と裏があるっていうことなの、うん、あだから神話で言えばさ例えば日本だったらアマテラスって女にするじゃんはい、はい、で月は月読みでさ男っぽいのかな一応男っぽく男にするよねでも 西洋はさ太陽神の方がどっちかって男っぽくてアポロ月はさそう女アルテミス,テミス、うん、要するにそういう陰,陰陽の逆転の関係があるわけだよそこをしっかりあのヌーシストっていうかスピナーズの人を頭に入れてほしいつまり四地で考えなきゃやっぱ分かんないのこの質はだからさっきお子さんが言ったクレーターの話は 月が精神側にあの力を変換しているような働きのイメージで言ってるうんうん、うん、2つの内面ってのは僕らの精神の方だからネゲントロピーの方なんでそういうのを持ってればいい両方ある月の両方ある地球に対する月の公転周期28日とは何を意味するのですか以前に 二重質が10日を行うまでの次元の数とありましたが、うん、それは正しいのですか、うん、とまずここで。ということは。<laughs> これずーっとね、もう昔から昴生さんがそのね0日を行うまでの次元の数という。うんうん、で、それは14と14。そう、自己側と他者側で14と14。14、14。 行ったり,来たりしてるわけだからその間をこうつないで投下してるわけだよねあるしねと言ってしてると言えるし今度は中和側に回ったら中和しているとも言えるしだから2つの働きを持ってるのだからなるほど14だけにっていうのはさやっぱすごいヌーソロジーでは重要でまあこれはビギナー向けだから言っとくんだけど、はい、ね観察値っていう概念があるでしょ <laughs> で観察して サイオメガファイっていうふうに全部連続してつながってるんだけどそれぞれが14の観察値になってるじゃんでもそれって自己側の構成だけなんだよ。うんうん、朝側も引用が逆になって14あってその2つを合わせ持ったものが、まああのー、観察値の全体だと考えれば28のシステムになってないでもそれんで割るとさ7じゃん。はい うん、四七二十八だから、章椎、はい、構造というのがこう、で四の構造が七段、えー、で成り立ってるのがベースになってるようなのね。うん、うん、で,で、この十四の数って、例えば、あのー、徳徴の神田からで、当時ん話すとか言ってたけど、日本の例えば、古事記の世界だったら、はいあのイザナミとイザナぎがさ、最初に大谷臣まで日本国のを国にするじゃん。ええうん あの時にいくつの島を生んだか知ってるいや知らないですね。もういくつかあるえ ?14? それもまさにあのイシスの14のバラバラになった。オシリスの体が14にばらけた十四。だから大屋島合わせて14島の島あっそう。十四の島を作るんだよ。 島っていう言葉はさ決して今は海の上に浮かんでる島みたいなイメージがあるんだけど、はい、日本語の古い言葉で島っていうのはさ、ええ、領域の意味なの領域ある種囲った<ー>だからヤクザとか、はい、今でも使ってるじゃん、ね、俺の島で何するんだって、うん、縄張りとか領域のことなんだよだから14っていうのはそういった意味ですごいもういろんな神話にも出てくるオシリスもそうだし あと例のヌースが大好きなドゴン族アンマは最初に14の空間を作ったっていうの<ー>それで全部つながってんだよなるほどなるほど、うん、だから月はそういった意味でその14の対価を全てこう調整しているような働きを持っている、はい、その今日の月の話とも関係するけど物質っていうのは全部過去の世界になるんだよ、はいはい だから月っていうのはそういった意味じゃ過去の世界全ての中和を持ってるって言ったじゃん月ってそしてそれを物質として表しているっていう意味で全て存在論的な過去を担ってんだようん、うん、月っていうのはで太陽っていうのはその時には存在論的な未来を担うようになる、えー、それは僕らが進むべき道なんだけどさうん、うん、そういう意識でそろそろ変換していいんじゃないかっていう。 い<や>できるんだっていうこと、うん